んでさえずる様子を表しているんですかね。ピカピカの横笛です。これで表現します。どうぞ。ある晴れた朝、ピーターはあんまり気持ちがいいもんだから門を開けて広い草原に散歩に出かけました。ことにとアヒルの喧嘩は激しくデッドヒートしていきます。おいしそうな鳥だにゃん。よし食べてやるんだにゃん。追いついた狼はアヒルを大きな口を開けて迫ります。ごっくん。小鳥さん、小鳥さん、狼の頭の上を飛んでここまでついてきて、捕まらないようにね。マジで言ってるピー？わかった、やってみるピー。小鳥は狼の頭の上スレスレの位置をぐるぐる飛び回りました。小鳥はみんなの上を飛びながら歌っています。ピーピーピー、この狼は私とピーターで捕まえたんだピー。ふわー、というわけでおしまい。以上、ピーターと狼でした。この方なんですよというわけでトランペットもう一人います。原郁美。思春期なのもあり、父がすごく怖かったんですね当時で、父がサックスをやっておりまして、パパのダディがね、ダディがはい。そのまま食べて。